たいと思います。ちょっとね、そういう友達とさ電話とかしすぎてちょっと今喉がやばくてケアを頑張りたいと思います。すみません、ちょっとね枯れてるかもしれないけど今ので赤くなっちゃった。そうなんかさ、もうこの時期だからさみんな電話しちゃうじゃん。で、あの地元の子と電話するんですけど、めっちゃみんな仲いいんですよ。みんなほとんど保育園からの幼馴染で、すごいもう8人ぐらいで人狼ゲームをねテレビ電話しながら、このアプリをね、共通のアプリをダウンロードすると、なんだっけ、あ、そう、人狼ゲームがねできるんですよ。でなんかそういうのをねずっとやってたら、まあ朝になるわけですよ夜ね10時過ぎぐらいに大体みんな電話して、それで気づいたらなんか眠くなっていなくなる子いるんですけど、なんか私割と眠くならない派で、あのねずっとその時は10時半ぐらいからやって、夜ので、次の日の朝の9時半ぐらいに寝たやばいですよね。そうでもすごいね、友達いてよかったって思う本当に。でもみんな今新潟にさいるからさ、私ねやっぱ東京にはお友達がいないから早くお友達が欲しいなと思いますまあこの時期ねいても遊べないけど、コロナさんが終わったらちょっと遊べる友達を作れるように頑張りたいな。そう、私夜遅くまで起きてるんです本当に。よっ、あー、すごいよね。でね、最高時間、このコロナさん時期、時期の最高時間の超長電話記録、あのねそれはね朝の、あ違う、あ長電話じゃないわ、起きてた時間の時間そう、あのね久しぶりにめちゃくちゃ起きてたなっていう日があって、朝の9時半起きで、そっからお仕事とかあって、でなんか別に電話する予定もなかったんですけど、友達と電話することになって、まあ、案の定盛り上がっちゃって寝れんくなって、次の日の夕方の5時までオールしてた計算できんのやけど、な時間ぐらいなんだろう、ずっと起きてた、オールしました、久しぶりに。20何時間かな、めっちゃ起きててさやばかったよねその時は。でもね楽しいんだ、やっぱみんなとさ電話するのが楽しくて。でもそんなことしてるから喉に負担がきてるからやばいよね、本職に、職業に影響を及ぼしてしまうから、ちょっと頑張って直さないとやってらんないです。ちゃんとねケアしてますよケアしてるんだけどね、やっぱ喋りすぎたなって今反省してる。あ、携帯の充電はよく持ったねって、そう充電しながら電話するから切れんかったね。そうなんかもうこの時期でさ、もうお仕事が本当になくなってしまって、もうめちゃくちゃずっと休みなわけですよ。でなんかね、普通だったらまあその収録とかも分かってたからね、いろいろケアとかしてたんだけど、本当に何もなさすぎて、そう何もなさすぎていいやと思って、そういうの気にしてね、普段あんまり長電話しないからこういう時しかできんなと思ってずっと電話してた。こういう時だから許してって感じよねそう、電話はなまるの、電話はなまってる記憶はないけど多分なまってるんでしょうね。地元の友達だから方言はみんなうんだんだってみんなうんだんだ言ってますよそういう感じだからさ、地元はあんまねテレビ電話とかはしないね、電話だけだね。うん、
声優さん友達はまだできない。いや、あ、でもどうなのかな。でも友達と呼んでいいのかがまだわからない距離ですかね。うん、わかんない。でも同じ事務所の、 あの山田まりなさんっていう方がいらっしゃるんですけど、まりりさんとはなんかもうその同業者超えての友達感覚はちょっと最近は出てきてます。そう、どこからどこまで行ったら友達なんだろうとか分からなくて分かりません。分からなくて分かりません。もう日本語も分かりません。そう、あ、ニコちゃん、ニコちゃんは友達だ。南ニコさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方とはもうね、会った時からすごく優しくしてくださって、お出かけもすごいします。今はしてないけど、去年の夏とか本当に私が声優になってすぐにお会いした方で、ずっと仲良くさせていただいてますね。ニコちゃんは友達だ。そうね、うん、韓国の方こんにちは。カマさんみたーん。そんなのよ。そう、例えばね、邪神ちゃんドロップキックというアニメ第2期なんですけど、邪神ちゃんドロップキックダッシュが2期なんですけど、今そちらがね放送中なので、よかったら皆さんこの期間中に邪神ちゃんドロップキック2期からでも十分面白い作品なので、ぜひぜひ見てください。 Amazon プライムにね入ってるって方は、あのアマプラでは今全話見れるので、よかったらねそちらでも出ちゃって、出ちゃってじゃないや見ちゃって安いなって思いますし、あの邪神ちゃんドロップキックの作品が私なんていうの、今私ありがたいことにたくさんいろんなね作品に出させていただいているんですけど、初めてアフレコした作品が邪神ちゃんドロップキックダッシュの方ね、あるので、よかったらね皆さん私の声も探していただけたらなと思います。やっぱね自分で聞くとね恥ずかしい、まだ。すごいね、やっぱあのたくさんね教えていただく、教えて今はいただいて、やっぱなんだろう、初めての収録だったし何も知らない時だったので、あーっていう、ふわーって反省点が多いんですけど、まあそれもねいいよね。よっ、もっともっとテレビにも出て有名になってほしいですよって、頑張ります。でもねやっぱ声優さんは今はだいぶテレビ出演とかも多くなってきたと思うんですけど、私は多分あんまりね出ないと思うな。わかんないけど、そうグラス可愛いでしょ、ファンの方がねいただいて、しんちゃんが大好きでね、今パジャマもそれこそ韓国のファンの人がねいただいたクレヨンしんちゃんのチョコビのピンクの恐竜バージョンのパジャマを送ってくださって、今ねスリッパもしんちゃんだし、今全身あのティッシュのケースもクレヨンしんちゃんだし、クッションもしんちゃん、しんちゃん大好きなのよ。あとねキララちゃんが大好きで、ウェク手鏡なんですけど、キララタン、キキララタン使ってますね、主にキャラクター。そう、あのブランケットもあのキキララちゃんなんで、その2つが多分主に私が集めちゃう系かな。もう髪の毛伸びたって本当ですか。そうでもね、やっぱもうコロナさん来てから美容室にも行けてなくて、毛先がボロボロなんです。早くねケアしたいし、ちょっと髪色も変えたいなと思ってるんで、早く乾いたい。もうボロボロなの髪の毛、自分でさケアをしてるんですけど、やっぱプロの力を借りないともうダメよね。あ、すごいタワーありがとうございます。何これ日本一みたいな、これ何ですか。これもタワーみたいなやつなのかな、期間の、ね、期間というかあれかな、期限ん、ちょっとわからんな。限定品みたいな、ありがとうございます。嬉しい、お星様もコメントもありがとう。そう、自分で前髪は自分で切りますけど、髪の毛は自分で切ったことないです。怖いもんだって。
なんか同じね美容室の方にやってもらってて、やっぱ自分のハサミじゃないのが入ってるとわかるっぽくて、そう、すごいよね、綺麗よなかなかそう、自分でも髪の毛染めようかなと思ったけど、でも今せっかく綺麗にしてもらってるしなとか考えたらできなくて、そうなの。ちょっとね、ちょっとだけね、ちょっとだけ明るくしたの、そんなほんの少しだけ、めっちゃではなくてちょっと明るくしたいなっていうぐらいなんだけど、そうそうそう、桃太郎、桃太郎が、桃太郎か、桃太郎のお顔が見えない、お星さんまで埋めてるそうなのよ、似合ってます、ありがとう、うん、めっちゃ似合ってて可愛いって、ありがとうございます。薄な染める、そう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 、でも黒でもいいんですけどね、一時期はすごい黒髪にハマってたんですよハマるっていうのもよくわかんないんですけど、黒髪やりたいなと思って黒っぽくしてたんだけど、やっぱ気分って変わるじゃんえすごい、何めっちゃ、これはね猫、これ何、これ金太郎かな、あすごい、今そういう感じなんだ、ありがとうございます、すごいこれもタワーなんですか、びっくり、いっぱいいるありがとうございます、誰だろう、どれ、ツバメさんだ、ツバメさんありがとうございます、嬉しい、ありがとうそうだよ、みんな今日子供の日なんだから祝ってよ最後だから、こんなに子供だ、こんなに子供というか子供と呼ばれるのは最後の年なんだから、子供の年は最後だから今日の日に配信するって決めたんだよ、子供の日に感謝よ、ありがとうそうなのよ、19だから来年20歳だよ、大人だよ、甘えてらんないわ、甘えたいのに、え、な、10代にそんなに甘えられなかったと思うのねもう本当にね、もっと甘えたかった、20になったらもう甘えたらダメじゃん自立や自立無理だ、弱音吐いちゃう、はぁ、まあまあまあ今年はね、子供だから今年を楽しみます、とりあえず20歳な、昔はさ、やっぱ大人になりたいとか思ってるけどさ、やっぱここら辺まで来るとやだって思っちゃう、私はなんかそんなにお酒飲みたい欲とかもないし、なんか大人になってできることをやりたい欲がないね、まだ私は、いやー、ちょっともうちょっとこの年痛いなもうちょっとだけ痛かったのにな、早いですね、よっ、すごいさ、あれが壊れちゃった、ブハーって出てこんか、名前がなのよね、あ、ドコン水のお酒うまいぞって、ドコン水のお酒、体内のドコン水大好き、確かに体内のお酒飲むために頑張ろうって思えばいいか、それいいね、時間が早い、初めてポンちゃんを知った時は高校生だったがーって、いやー本当ですよ、早いです、なこと言ったら一番最初の人中学生で出会ってますよ、いやーいやだね、早いわ、19歳は十分大人だと思う、本当に、絶対子供だって子供だよ、世間一般では子供でしょ、ヤラニャ似合うし買ったよって、嬉しい、ありがとう、ヤラニャ喜ぶよよっ、よいよ、19歳って子供なのって子供でしょ子供だよ絶対、だってさ子供だよ法律的に、よ、お年玉もらえるまでが子供、そんなこと言ったら家族とか親戚で変わっちゃうじゃん、
そしたら私も大人でもらってないもん、お年玉欲しかったなちょっとお年玉もらいに帰ったっていうね、地元に帰ったっていうのもあるんだけど、案の定そんな甘くなかったわ親戚さんむしろもうあげる側になりそう、やだーやだって言ったらおかしいけど、まださいとことかが小さいんよ。てかね、そうあのみんなに、まあ、別に、うん、まあいいんだけどいとこが増えたんですよ私、今年か去年の、いや今年だと思う、今年ねいとこが増えたんですよ。そう生まれてかわい、まだね生えてないんだ、いわい生えてないんだ、じゃあ今年だ、まだ生えてなくて男の子なの確か確か男の子なの。そうだからさ、やっぱちっちゃい子のうちにさおもちゃとかさいろんなものあげたいやん。早いなね帰らないのも手って、いや帰るよさすがに、帰りたいもん、今帰れてないもん。本当はさそのコロナさんでお仕事がなくなったから帰れるなとも思ったんだけど、新潟のニュースとか見ると、新潟というか東京でもやってるんだけど、やっぱ地方、東京から帰った人がねきっかけで感染してるみたいなお話も聞くから怖いなと思って帰れないと思って、そう我慢してる。だからねその分 LINE でね家族で話してるんだ、我慢、今は我慢だよ。ちょっとね一生の後悔になりそうで怖いじゃん、だってそういうのって、だってもし自分と原因でさ大事な人が亡くなったらさお葬式にも行けんのよ。もうデナは絶対そんなに嫌だから絶対帰んないよ、怖いもん。我慢しましょう皆さんも。そうだよ、だって一生帰れないわけじゃないもん。よっ、ホームシックになってないって。私ねそう高校生から一人暮らしなんですよ今はね、事務所の先輩と一緒に住んでるんですけど、高校生から一人暮らししてて今でもホームシックは治りません。本当にね治んないのよ全くもってね治んない、もう帰りたいってなっちゃうすぐ。そうでも我慢って。あ、星集めに来ました、ニコありがとうございます。アナケンさんありがとう。離れてわかる親のありがたみ、それほんと一人暮らししてからね知ったよね、親のありがたみを。だから私は高校生からしてるな、ちょっと早いでしょみんなより、みんなっていうか一般の人より大体の人はだってまあ合宿とかね、合宿じゃないわ、宿がちょっと前出てこんな、なんて言うんだっけ学校に泊まるみたいな、宿場あるじゃん、なんかそういうの、あ、寮寮です寮そうありがとうりんちゃんそう寮ある方とかはね、まあ、高校生かもしれないけど、大体の人は高校卒業の大学とか専門学校がきっかけって方が多いと思うんですけどね。そう寮生活だったちょっとね本当にね休みが長くて頭が回らなくて免疫力下げないようにできるだけ左手を使うみたいなことやってるんですけど、ちょっと脳までは動かないみたい、ちょっとダメだそうなの、もうまったりしすぎて何もすることないからさ、いよあつい、めちゃくちゃ暑いです。もう目も乾燥しちゃう。パチクリパチクリ。そう、脳トレ、そう、脳トレをね、やろうと思ってね。あ、そう、今日、あれ見たのよ。あの、コナンの映画を見たの。はぁーって、はぁー、尊いってなった。コナン見たら脳トレやりたくなってきてさ。アプリダウンロードしようかなと思ったけど、絶対3日で飽きるって思ったからね、我慢した。ギガ食べないように。そう、キュンだよね、もうキュンキュン、もう久しぶりにキュンってしたって感じです。ハート1個投げたよって、クロサンゴさんありがとうございます、ありがとうございます。
人狼ゲームは脳トレになりそう。でも私苦手なのよ、本当に本当に苦手みたいで、人狼のね、なんか強欲な人狼っていう人狼がいるんですよ、私がやってるゲームでは。でその人狼、強欲な人狼は1回に2人に投票できるんですね。だから一気に2人なくすことができるんですよ、その人狼さんは。私その役をね来たのに、ちょっと本当にねもう分からんくて、一番最初にみんなの投票で処刑されることになって案の定負けたんだけどね、向いてないみたいなのよ。そうちょっとね、ダメなんだよね、そうだいたいね1日目か2日目になくさ、なくなっちゃうんだ私よいしょ。そうバレバレなの、バレバレすぎてさ、みんなが強いんだもんだって、みんなが強いのよ。だんだんね慣れて、みんなが、私眠くならないからさ、そうみんなは最初強くてだんだん眠くなって、おーみたいな、なんかもう喋んなくなるの。そうだから後半は強いわ私みんなに脳されてるから。そう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 、見てないんだけど楽しいんだやろうって。なんかねそのね面白いんだよ LINE グループの、てか可愛いの LINE グループは。ちゃんとねおうち時間って書いてるんだよ、可愛くないおうち時間人狼みたいな、可愛いかよっていうね。すごいでしょう、後半だけ強いの。やっぱさ、さっきねコメントでもあったんだけどね、太っちゃったのよ。そう太っちゃって顔がね、体重は変わってないんだけどね、私顔から出ちゃうんですよ。そうだからね顔が太っちゃったから、ちょっと頑張ろうって思うんだけどさ、もうアイドルじゃないしなとかさ自分に甘えるからさ。でもちゃんとね体型維持はしてるのよ私、自分の足が大好きだからさ、足はちゃんと筋トレとかしてるんだけど、別に顔に自信があるタイプじゃないから、そういっかなとか思いつつ、でもやっぱり応援してくださってる方もいるしなみたいな、でもいっかなみたいなそんな私でも好きって言ってくれるかなみたいな、みんなに甘えちゃうのよ。そうでも大丈夫、これ以上太るつもりはないからそうなの、でもちゃんとね頑張ってるよ、それなりにそれなりに頑張ってるから。さすがにねやばいと思ったら私のお母さんが言うからで、ね、大丈夫だと思うんだ。ママめっちゃそういうのに厳しいから。にょほらみんなが優しいんだもんだって。まあそういうところが好きなんだけどさ、まあ、それで厳しく言ってなんて言わないよ、もう私褒めてほしいタイプだから、むしろ厳しいこと言ったらもう嫌いになっちゃうって感じだからさ、もう大好きみんな、みんなのために頑張るねだからそうそうそう、頑張る人がみんなだからさ、よかった本当にさ、なんかみんな見てくれる人がいるからよかったけどさ、見てくれない人がいたらさ別に頑張る必要ないじゃんみたいな。多分私みんながいなかったら女子力とか本当にないタイプの人間だから、本当にねみんなと出会えてよかったなって思うよ。だってジャージで過ごせるタイプだもんそうなのよそう褒めて伸びるタイプだから、みんな褒めてね、そうなのよ。ナイスですねー、ナイスですねそうなの。うん、体内三泊したよってカオリンさん、ありがとうございます、嬉しい。ぜひぜひいっぱい遊びに来てください、体内市に。皆さんも来てね。ジャージ配信待ってます。ジャージだって私あれだもん、中学校の時の友達の体操着をもらったからそうダメダメ、友達もバレちゃうし学校バレちゃうか、いけんのよガチジャージはね。でも大体パジャマだから、パジャマがそのクレヨンしんちゃんのパジャマとか、ねパジャマはね本当にね皆さんからいただいたパジャマしか着てない、もう本当にありがたいことに、本当に皆さんありがとう。そうなのよそれかもう着なくなった T シャツとかかな。そうそうそう、もうみんなのねおかげで私生きてるから、
身の回りとかもう本当に嬉しい。いや本当に暑いね今日は。久しぶりに喋るから体調いいのかな。あんまり喋んないようにしてた、喋んないとか喋る人がいなんか、いや電話してたしな。どういうこと。さあ皆さんお手紙とかプレゼントも事務所でいただきました、ありがとうございます。もうお手紙とかね本当にねめちゃくちゃね、そこから応援してくださってるのみたいな、もうすっごい遠い場所からお手紙をいただいたりとかもして、本当に嬉しいです。イラストとかもね本当にありがとうございます。もうプレゼントはねもう私全部ね取ってあるから、ありがとう本当に。あのね実家にその48の時にもらったプレゼントはちゃんとねママが整理してくれて、ママがね本当に綺麗に並べてくれるから、そこはもうママに任せてるんだけど、本当に綺麗に整理整頓してくださっててさ、そうだからね今届いてるプレゼントもできるだけ綺麗に並べようって思ってるんだけどね、そんなにね広くなくてお部屋が、そうだから実家に持って帰ってまたママに頼む。だから私の実家の部屋はみんなのプレゼントですね。まあベッドとかはあるけど、うん、もうほとんどそんな感じかな。そう字汚くて出ませんって本当そんな気にしないから、私が字汚いからさ大丈夫気にしない。そうママ大好きなのレナ、もうママが好きすぎてママとパパは大好きだよ。はい皆さんそんなこんなで何よりもね今日私がさツイッターでさあの子に電話しますみたいなさ発信をしたじゃないですか、したんですよ。そうしてねみんな気づくとか読むよね。読むよねさすがに。そうもう早速電話しちゃおうかなって思っちゃう。みんなの予想当たってるかな、さーてどうかな。じゃあまず普通に私が電話しちゃいます。となっちゃう、あ、ちょっとおっきいおっきい、もしもーす大丈夫ですか、大丈夫、じゃあ今までスピーカーにしてないよ、そう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 、まだ言ってもないし。今じらしてます。あーって感じ。そう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 、そんな感じよ。これもうちょっとじらす。もうちょっとじらしちゃう。じらしちゃうかな。ちなみにね今ね5498人の方が見てらっしゃいます、ありがとうございます。私には聞こえてるよ。じゃあするね。じゃあレナがスピーカーにしたら自己紹介してって言ったらして、じゃあ待って行きますせな。ドンしてください。じゃん、あ、びっくりした。もしもーし、もしもーし、自己紹介をお願いします。みなさんこんにちは、小沼つぐみと申します。わーお邪魔します。みなさんどうも。小沼つぐみです。お邪魔つぐみと申します、失礼します。はい、イエイイエイ、嬉しい、ほらつぐつぐ来た、チュグだってよ、嬉しい。そう今ねずっと見てたんだよ。見てたんかい。見てたんだよ。なのよくまさん、嬉しい。ちゃんと聞こえてるかなみんなに、聞こえてるかな、ね、そうなの。小熊つぐみちゃん私のねこんにちは、相棒なんです。皆さん嬉しい。ぜひねツイッターとかインスタグラム、インスタもやってるよね。やってるね。そうぜひチェックしてみてください。 ありがたい、嬉しい。くまさん私はくま、ね、今日ぽんちゃんと同じパーカー着てんの今。え、やっぱり通じ合った、うん、通じ合った。え、そうそう、レナもさこれすぐとお揃いのやつやん。そうそうそ う, そ う, そうだからさ着るかなみたいな。だよ、着ちゃったよね。嬉しい、通じ合った、やったー、通じ合っちゃったよ、さすがじゃん。嬉しい。そうなの。熱くない？すごい。熱くない？
え、暑いよね今日ね。暑いよね。暑い。ちょっと暑かった。やったー。嬉しい嬉しい。くまさんいくつになったのだって。え、くまさんなんとね、うん、今年高3の17歳になっちゃったの。信じられない。私がくまと出会ったの小6よ。そうだよね。そうだよ。小6の時。小6よ。いや。無理。びっくり。怖いね。怖いよ。てるな来年二十歳よ。わ、ちょっと。待って、そっか、お酒飲めちゃうもんね。もう二十歳。そうやろ。いやーん。いやーん。いやーん。いやすぎる。うまー。会いたい。会いたい。会いたい。ぽちゃぽちゃぽちゃ。会いたみー。本当にもうずっとね LINE してるんだよね、会いたいって本当にでも帰れんとか言ってよ。そうだよね。だって最後の会ったんでなんち来た時だよね。そう、10月ハロウィンの時かな。そうだよね、ハロウィンの時に来たよね。今年会えてないんだよまだ。そうなの。あ、明けおめだっけ。明けおめ、明けおめだ。あ、そっか、うん、明けおめだそうかそうか、明け嫁だよね。え、早い。そうだよね。そうなの。いやー、会いたい。会いたみ、会いたみだよ本当に。そう、今日はね、今皆さんに話すね、スタイルなのよ、クマが反応しちゃうからさそうなのそうなのそう、今日はね、このままつぐとね電話をしながらちょっとゲームをしようって話これさ、多分大丈夫だよね、一回ちょっとホームに切るね。大丈夫よね。あ、大丈夫だ。なったなった。そう、とあるゲームをね一緒にしようって。そう、よくねするんだよね。そう、よく通信するのよ、くまさんと。携帯ゲームなんだけどさ。そうそう。開いた？いけた。え、待って、まだまだ、もうちょっと待って。はあ、よしと、いつだっけ、最近やったんだよね、うん、最近やったね、電話しながらずっとやってて。そうそうそうよね、これなんかさ、配信してるとさ、いつもコメント読んでさ一人で話してるけどさそっか、そう、なんかもうほんとガチプライベートを見せてるみたいそうだよね、ほんとにこんな感じだって、ゲームしてるところなんて見られたことないしはい、これはじゃあ、あれどっちだっけ、ゲームどっちかまさん、あ、違う、待ってね星投げよっと投げて投げて星投げていた、あれを、いた来た、お、来たよ来たよ、お、来ました、はい、また持ってる、また持ってるよまた持ってるいつもこのカバン持ってる、いつもそのカバン持ってる、何なの本当に何なんだろうねいやー、いける、いけます、じゃあいきます、わーい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 なんてゆるい配信なんだろうゲームをオグマとやってる姿を見せるだけという、そっかそっか、なのよ横持ちのねゲームって思って、みんなもうちょっと、ゲーム、じゃ、よ、あれあれあれ、あら、固まった、あれ動かん、あら、なになに、ローディングタイムアウトってなんだ、なにそれ、なんだなんだなんだ、なになに、え、一人、私一回抜けよっか、あ、なんかね、最初からに戻ってきたかも、じゃあ抜けます、離脱、なんでだ、暑い、本当に今日痩せる気がする、ちょっとだけ
確認。あれ復活したら言って。オッケー。電波悪いかな、私のとこが。本当？あ、そうかもそうかも。頑張れん。頑張ってくれ。来た？来た。え？あ、来た。同じのやってるのかな。え？何？分かんない。あ、クマ抜けて、クマ抜けて、入ってるって言われてる。ちょっと離脱してきてよ。切れてないやん。今これ笑ってきたのか。いや抜けて、そこにレナはいないよ。やっぱりちょっと抜けるね。うん、抜けて。ねレナね、すごいさ、今本当に暇やん。うん、そうだよね。そうだからね、あのカメラロールを整理してたわけ。うんうんうん。たらさ、そのクマがさ、今年だ、あ、去年だなにさ、うん、誕生日動画を作ってくれたよ。あー、作った。そう、久しぶりに見てさ、うん、泣いたよね。嬉しい。え、本当にね、そう、すごい、いつだっけ。そうだよね、去年。去年だよ。そうだ、作った作った。そう、懐かしい。見ていて。今年も作るね、ジャズ組が。私もう終わったよ。そうか、そうだ、本当。私もう終わったよ。そうだ、そうだよ。そっか、そうね、今年作れなかったんだわ。うん、ね、クマこれさ、OK みたいなのない？クマさんずっと準備中ってなって。準備完了。準備完了にして。OK。できたー、よかった。いけたー。いけたー。いけたー。画面みんなに見てほしいよね。それでもうちらそこまで技術持ってないからさ。そうなの、お見せできないぐらいの。それなの、実況したいよね、下手くそ具合を。もう本当に本当に本当に下手くそなのよ。うん、あのそこのゲーム自体も、うん、くんちゃんと会った時に、うん、私教えてもらってからハマったんだよね。そうだよね。でもこれ友達から教えてもらってハマったもん。ねえ、ハマるわこれは。楽しいわ。ねえ、私リコねえ、クマクマ。なんだ。あ、待って、あと10秒後にさ、あのリーダー立候補したんで、レナにさせて。あ、どうや、あ、これか。そう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 。オッケー。いやー、ドキドキ。えい。もう一回クマ。よいしょ。なんかさ、あ、ありがとうありがとう。よし。7000人突破ってありがとう。出ました。嬉しい、ありがとうございます。邪魔してます。始まった、始まった。あつ。本当どんな配信やねんって言われてる。それな。そうだよね。どうしたら伝わるかな。ここなのよ、ね、難しいね。うーん、待って待って、ずっと0秒で止まってる。え、今乗ってますか。乗ってるぞ。なんか、え、やばい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 。今度私の番だ。あー、ちょっと勝手に降りてていいよ。いや、一回、え、どうしよう、抜けよう。抜けなくていいよ、抜けなくていい、なんとかなるって。なんとかなる、いける。うん、どこで降りよう、どうしよう。どこでもいいよ。じゃあ、うん、この辺にしよっかな。あ、てか、降りれないわ。あ、私がリーダーだから。そうだ。あの、外せるよ、外せるよ、もう一回タップしてみ。あ、行けました。はい。え、待って、行けないんですけど。あ、行けた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 。どこだろう、どこにいるんだろう。あ、いた。どこどこどこ。え、私見つけられないんだけど。クマさんがいない。どこにいるん。どこ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 。あれ、いないわ。あれ、え、待って待って待って、本当にわからん。え、ここどこ。え、待って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 、全然見当たらない。あれ、もうね、近くにはいるんだよね、きっと。え、わけわからんところにいる。いた、いた、いた。え、いた。
真下、今ね、上にいる私。あ、私が先に降りたんだ。そうそう、そうみたい。あ、なるほど。ちょっと追いかけるね。うん、待ってるって言いつつ走ってる。でも永遠にさ、ゼロが入ってる。なんでだろう。焼き出す。え、ね、狙われてます。ね、待って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 、前に進めない。お部屋に入れないよ。あ、あやだ、やめて。待って待って、動かないんだけど。どこにいるの。待って、ね、お家に入れない。やばい、見つかった。ね、待って待って待って、クマがまずどこにいるのかがわからん。今日はね、暑い。近くのね、別のお部屋に今いるんだけど。本当に？お部屋にも入れない私は。どうすればいい？何も、何もできんよ。ちょっと、なんで？どこにいるの？え、周りに誰もいないんだけど。あのね、うん、ちょっと遠いとこ、あ、行くね、そっちにね。お願い。え、でも何もないよ。ね、お家に入れない。お家に入れない。ね、お家に入れないよ、クマ。どうして？ほら、入れるよ、ほら。どこ？どこ？暑い。クマ、どこ？どこにいるの？どこ？今ね、うん、入れないっていうね、お家にいたよ。え？ね、本当に誰もいないよ。バグってるかな。絶対バグってる。はい、今ね、今目の前にいる私。え、真っ白。いない。え、いない。いない。距離3メートルのとこにいるよ。どこに。でもね、すごいポキャ動いてるの、勝手に。待って待って待って、どこにいるの。やばい。ちょっとちょっと助けてよ。あー、敵。ちょっとバンバンするね。ね。待って、イエイイエイとか本当に共感できないんだ。あ、いた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 。いたでしょ、今バンバンしたよ。え、ここにいる、ここにいる。これ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 。え、あれ消えた。あれ消えた。今ね、そう、多分その消えた人、私がバンバンしたわ。え、一瞬クマも見えたのにまた誰もいなくなった。なんだろう。ねえねえ、何怒ってるんだろう。見てる人本当にわ、クマしか生えてないよ、だって。そうだよね。待ってね、クマ、ちょっと一回レナ離脱したらいいのかな。どうすればいいんだろう。ねえ、何もできない。ね、待ってない。何何？やっぱね、多分何かがおかしいね、これね。うん、ちょっとおかしいね。ポーちゃんがすっごく変な動きしてるの。クマ、どこ？ちゃんが変な動きしてる。なんかね、うん、走ってるんだけど。あ、なんかすごい。あ、これもううちら終わったよ。終わった。終わったって。うん、あ、だって、あ、クマさん、うんうん、だ、もう間に合わんって。え、あ、そっか。そう、めっちゃ遠いね。超遠い。もう終わったよ。ダメだ。これはさ、でもうちらが下手なわけじゃないよ。これは、これはね、ちょっとね、うん、電波がね、ちょっとバクったね。やばい、ほんとだ。すっごい遠かった。え、間に合わないよ。全然間に合わない。どうしよう。やばい。あー、ちょっと。やばいよ。クマ遅くね。待って、わかる、遅いよね。なんで？なんかそう、え、進んでるよね、私。これどう？え、というか、私未だに何も武器持ってない。やばい。それはね、ちょっとね、まずいだね。やばいやばい。ちょっと探しに行く。あ、すごい。何のゲームか言って、何、車探そうってヤスさんが言ってる。あ、バレた。わかるかな。バレたかな。バレた。みんなもやってる、こんなゲーム。どうだろう、どうだろう。武器欲しいのに家に入れない。あ、でも、あ、復活したかも。あ、あ、復活した？復活したかも。本当？うん。なんかもう私ね、やっと川に入ったよ。あ、クマめっちゃ後ろ迫ってる。え、頑張っ。
待って、ウナも奪ってる場合じゃないわ。やばい、ウナも閉まってる。あやばい、あうちら、あクマ、私もです。あ、お疲れ様でした。お父さん今倒れ込みました。お疲れ様でした。まだ走ってるよ私。なんで、え、止めてないの？ あ、でもね、もうね、うん、HP がね、もうね、15。お疲れ、頑張ったようちら。走ってただけ。これ終わったな、多分な、うん、頑張った、8000人突破。すごい、本当にごめんなさい配信だこれ。でもまあこういう日もあってもいいよね。伝わらないよね。伝わらないゲーム配信って何っていう。うちらのあーっていうやつだよ。あー、クマが死にました。でもすごくない？36位だよ。誰も何もやってないのに。これ電波やばいかもね。ダメかな、電波かな。でも一応一回キルをしているよね。クマさん頑張ったわ。本当に何にもしてなかった今。迎えてみるね。いけるかな。いけてほしい、お願いします。クマさん完了して、完了。わお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 。え、どう？私？私はいけたよ。死んだねって。え、これは、おのすずちゃんにぴったりですね。ペンペケペン、ペン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 ペケペン。さあ、頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。はあ、何にもしてないのに今までで一番疲れた気がする。してないのにさ、こんな叫ぶの配信なかなかないよね。見たこともない。あ、すごい、今めっちゃ刺されてる。やめてよ。やめてよ。まあ息抜きする。みんなどういう気持ちで見てくれてるんだろう。そうだよね。ごめんね。伝わらないよね。うん、クマと俺らの声しか聞こえんもん。画面見れたらね、また違うかもしれんけど。ねえ、画面見てほしい、ちょっとね。これはね。これはね、本当に。あ、じゃあちょっと頑張って今、私が実況してみるね。お、うん。頑張って。はい。ただいま、ヘリに乗りました、私たち。うん。ヘリに乗って、それからね、降り立つのですよ、どこかに。はい、降り立ちます。あ、私か。どこに降り立ちましょうか。ここ。お、ここね。任せて。残り1200メートルです。はい。頑張ろう。そうだよ、みんなの想像力を高めて免疫力を高めよう。コロナ対策だこれは。免疫ね、大事ね。免疫大事だからさ。よし、行きまーす。伝わるかしら。今ね、モモンガ、なんて言うんだこれ。モモンガだもん。だもん。懐かしい。え、今ね、待って、いる、いる、え、今、いるよね。先、頑張ろう、先頑張ろう。頑張ろう、よし。よいしょ。よしよしよし。いるぞー。同じ部屋に入ってくるなー。行くぞー。行くぞー。ただいまですね、あの、
何かこの何でしょう、これはこれはね、小屋子ですかね。うん、小屋だね。小屋に入りまして、あ、撃っちゃった。今ね、どれかがバンバンしてます。私です。私たちに向かって。いや、本当ですか。あ、気のせいでした。私だった。大丈夫だ。え、待って待って、いたよね。だっていたんだよ、近くに降りてたんだよね。あと、あ、いる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 ぞ。どこだ、この中じゃない。私たちはね、敵にバンバン。あ、いた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 。あ、撃たれた。いやごめん、だってこの人強い人じゃん。クマ頑張れ、頑張る。あ、やばい、撃たれてます、撃たれてます。負けないで、頑張ってクマ。頑張って。大丈夫か。頑張ってクマ。やった？やってない。やってないの？クマ。はい。クマ。あ、感染しない。それ私ね。あ、いないんじゃない？いないと思う。いけー！助けてください。どこだ？どこだ？え、それそれそれ、目の前目の前目の前の箱。あ、いたいたいた。奥に、奥に敵。奥に頑張って。やられました。はぁ、最短です。やられてしまいました。早すぎる早すぎる、せっかくできたと思ったのに。もう実況どころか秒で終わってしまった。マジ秒。9000人突破、ありがとう。ごめんねの配信。すいません。暑い。暑い。いやー。これはまずい。これブーっていう扇風機出そう。暑いよね。暑い。もう本当に暑い。あ、充電器が。うん、急に暑くなるよね。暑い。ちょっと充電器のせいで手が届かない。よいしょ。大事にと。暑いよクマ。そっか、クマは別に2台で見てるわけじゃないのか。そうなの、1台でね。そうなんだよ。暑い。あー。暑いです。暑いよね。暑い。みんなのコメントが面白い。見て、クマ。わ、かわいい。かわいい？懐かしいミニ扇風機。懐かしいよね。ね。ブー。すごい。ブー。暑い。やっぱ暑いね。ゲームうまくいかんね。ねえ、ちょっとやめるか。やめよう。どうしよう。本当。弱いしね。あーあーって言ってるだけだもん。本当にね。本当だよ。あっつ。何がいいかな。ちょっと皆さんにコメントで。何がいいかな。ねえ、一緒にいる。いたらね、もっといろんな時できたけど、電話だから。そうだよね。難しいな。何がいいかなってコメントしよう。何がいいかな、何がいいかな。チャララララ、チャチャララララ。すごい面白いね。なんか自分の声がさ、うん、聞こえるのが変な感じする。あー、レナの配信返して。そう。そっか、電話の電話って感じだよね。そうなの、すごい変な感じ。確かに。しかもね、なんか適度にね、うん、ちょっと遅いのよ、配信の方が。え、そうそうそう、レナもね、クマちょっとね、遅れて聞こえるよ。え、やっぱりそうでしょ、うん、でもまあ、それは仕方ないよ。ね、時差があるから変な感じがしてる。え、すぐのコメントあったらってコメントした？コメントした。え、すごい、よく見つけたね。すごい。なんてしたん。何がいいかなってコメント。言いなさいよ。お、すごい。ゆかこさんから、最近ハマっていることは。最近ハマっていること、ポンちゃんありますか？いや、私今水飲もうって思ったんだけど。
めんごめん。長谷川さんの最近ハマっていること。ハマっていること、リンパマッサージ。おお、かな。女子力、女子力、女子力。グリ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 ってやってね。今ねこれね、あのパナソニックじゃないや、ナノ、うん、ナノ、ナノ、うんうん、ちょっとよくわからんなこれ。なんていうの、あれパナソニックや、パナソニック、パナソニックの。そうこれね、うんうん、あの一緒に住んでるね小坂理恵さんって先輩がいらっしゃるんだけど、ただ今借りててさ、うん、えすごい、あのボワーって出てくるやつ、ボワーってやるやつ、ちゃんとこう自分のさ、でも自分のじゃないから、うんうん、だから自分の、今自分探しててさ、いろんなネットで。え、いいね。そう、やっぱさ、いつか多分別々に暮らすからさ、持ってけんやん。そっか。そうそう、蒸気いいよね、蒸気いいな。 それにはやるのもハマってるよ。いいな、欲しい、蒸気したい。クマはなんだろう、え、何してるかな私。あ、でも最近ね、うん、あれなんだよ、あの何、腕をね、うん、腕をキャッてしたくって、うん、あのダンベルがないからペットボトルにお水を満杯に入れて、うん、ダンベル代わりにしてムキムキしてる、うん、最近。あ、じゃあ腕痩せに今ハマってる。そうなの、ちょっとこの期間で。わかる、この期間で変わりたいよね。そう、たくさん時間があるから。それなのよ。そうなんだよ、やるのもこの期間で何か変えたいなと思って頑張ってる。そうだよね。そう、お家にいるもんね。だからね、レナはねこの期間にね、うん、自分でね二重幅を広げたいなと思って。いいね。そう、一生懸命ねこうやってるの、もうずっとこうやって。わかるわかる。でもなんないから本当に。すぐひょって戻るよね。ひょってなったと思ったら、朝起きたらあれどこ行ったみたいな。わかる。それなのよ今その状況、うん、なんかさ、それをさ、うん、頑張って自分でやった時はすごい綺麗になってもさ、うん、瞬きした瞬間終わっちゃうんだよね。それなの。だからさ、もうガーみたいな。わかる。それなの本当に。すごくわかる。あ、1万人突破。ありがとうございます。お邪魔したわ。ありがとうございます。こんにちは、奥松組です。お邪魔つぐみと申します。お邪魔してます。あ、面白い。あ、面白いよね。スタイルの話してたら1万人。はい、じゃあ次、次行ってみよう。いいね、質問、質問、くまと。レナがあれしとけばいいんか、テロップに。ぜひしておくれ。待って。おお。ぐ、おぐま。不倫が実るでしょ。そうだよ。不倫が実るでちなみくやまだよ。本当にやめなそれ。本当に。なんかね、小学生の頃はね、うん、その何、私のつぐっていう字が不倫としか習ってなかったんだよ。うん、ああね。そう、それね、伝えるのに不倫の倫が実るとしか言えなくって、うん、そっからずっとそれで教えてたんだよね、友達とかに。いや、びっくりしたもん。つがってどう書くんだっけって。不倫が実るんだよって。バカーって。何言ってんの。すごくね、私すごいことを言ってるんだよね、私の名前。本当にやめてください。そうなの。はい、じゃあ次。次、次。今ね、みんな不倫で盛り上がっちゃってるからやめてほしいよね。面白い。そうなの、すごいでしょ。いや、2人の面白いエピソードはアルボナンザさんから。2人よね、何だろう、何が面白いかな、何だろうね。ずっと電話でキラキラしてるよね、うん、よくね。何だろう、なんだろう。え、でもあそこ楽しかった。福島一緒に行ったの。え、ねえ、楽しかった、ね、また行こう。
ね、行こうね。そう、知らない方の話すると、あの、うん、グマと私の家族がみんな仲良くて、私とオグマと私のお父さんお母さんと4人で福島に行ったんですよ、旅行で。旅行というか、うん、なんだろう、なんか遊びにみたいな。うんうんうん、そうそうそう、行って、うん、おー内職、おー内職、なんだっけね、え、おなんかおうち、あれ、おうち塾だっけ、おう内宿、おう内宿かかなっていうところにね行ったんですよ。でそこでね、お魚美味しかったよね。美味しかった、あれめちゃくちゃ美味しかったよね。あ、なんだったかな、なんかアユ、アユじゃないよ確か、なんだっけね、すっごい、ヤマネ、あ、そうだ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 、本当に確かね、3文字だった記憶がある。3文字だったよね。うん。そうなの。何だっけ、美味しかったんだよね、すごい。そうそうそう。それをね、クマがさ、ちゃんと頭まで食べるっていうの。あれ面白かった。そうなの。私、なんか尻尾とかもすごい食べちゃう人で。うん。なんかさ、頭だけさ、クマの口に放り投げたのめっちゃ面白い。みんな頭提供してくれるの、私って。そう、そう、え、あとさ二人でさ、うん、カヌーだっけ、ボート、うんうんうん、乗ったよね、乗った、すっごい一向に進まなくてさ、何池だっけあそこ、五色沼だ、五色沼五色沼、でも晴れてる日に行こう今度、ねえ、もっと綺麗なんだよ、本当に晴れてるともっと綺麗なの、見てほしい、クマにはねえ、見たいの、おぶって言った、 LINE やん、あ、ママがおうち塾だよだってママ見てるんだ、会いたいママさん、なのバカ丸出しって言われた、ごめんママの子だよって、面白い、ママのお腹から生まれてきた子だよママ面白い、ごめんね嬉しいそうそうそう、ママ面白かったね、うわ懐かしい、あれ2年前ぐらいだよね、だってきっと、そっか、そうだよね、あ、そうだもん、2年前か、わあ懐かしい、なもんかな、まあ、もっといっぱいあるけどね、思い出せばねえ、あとなんだろう、うーん、 あの夏に、うん、その福島の連れてって行ってもらう前にお泊まりした時、うん、うん、に花火したよね、したね、なんかでっかいさ200本2人でしかしないのに、ね、200本の花火をね買ってきてくださって、パパが買ってきたんだよね、おー優しい、2人でひたすら花火して、さすがに200本あると飽きたよね余ったし本当にもう疲れたよねって言ってね、でもねもう本当に楽しくてね、うん、でもその時に長谷川家に初めてお邪魔したんだよ、そうかもしれない、ねえ、っていうかあなたは掃除したの、毎回この話になるけど聞いて、はい、割とね頑張ってるんだよ今、それも結構もう 3,4 年聞いてるようだし頑張ってるって言わないからそれそう頑張ってるよって言うんだけど続いたらまた散らかってるんだよね、ちょっとおかしくないですか、私のお家に来てあなたのお家に私行ったことないなんて、玄関までしかないんですが、やめてねえ、ちょっと本当にそう、ポンちゃんをお家に呼びたいからちゃんと頑張って片付けようって思ったの、遅いわ遅いわこの期間でやっとね最低ねえ、でもいつか本当に来てほしいの、おぐま君も、行く行く、行かせて、パピーと、パピーとオーラの話するの、本当に大好きなの、ポンちゃんのこと、エラも大好きだよ、そうなの、そうなの、嬉しい、そうちゃんとね、クマのお兄ちゃんにね、うん、あのクマのことよろしくねって連絡取り合ってるよ、たまにそうなの、そうだよ、全然言ってくれないんだもん、うん、兄なんだから妹守ってねみたいな話をよくしてる
ちょっと兄ちゃん何も言ってくれないんだっけね、そういうの。ちょっと秘密の話だからさ、ごめんね。ちょっと妹にはさ、ちょっとまだ話せないこととかたくさんあるから。そうだよね。でもね、本当にね、もう長谷川家が好きすぎて私、もうたまに定期的にね、そのお泊まりした日の写真とかを見返してる。わかる、レナもする、しちゃう。見返しちゃう。ねえねえねえ、クマクマ、なんだこれ、クマのアバターなんね。クマのアバター、ホワイトローズさんとか魚の餌さんがアバターしてるの。何、私の。え、これさ、太鼓後ろにさ、なんだろう、なんかよくわからん、ネズミかな。何、どれどれ、クマの顔にそっくりよ、これ。え、どれどれどれ、私いるの。うん、クマいるわ。あ、え、ほんとだ。え、知らなかった。え、知らなかった。つぐつぐアバターです、だってよ。え、嬉しい、知らなかった。知らなかったね。え、びっくり。なんでリナの配信で知るん。わかる、ほーちゃんの配信で今初めて知ったよ。初めまして。このさ、野球ボールポンちゃんのやつでしょ。そうそう、レナが描いたやつをそのままアバターにしてくれてさ、すごいかわいい。そう、でもさ、あの下にね、あのね、野球のレナもいるんだよ。え、いやね、白鳥なの。白鳥、白鳥、スワンガールズだからって。待って、見つけたい。そう、マーハさんとかのぼるさんが来てるな、見える限りだと。え、ちょっと待ってね、うん、え、すごい、どうやって作るんだろうね。なんか貯めて作るみたいよね。すごいね。ね、ありがたみ、ありがたい。じゃあ次行ってみよう。行こう。ぜひぜひ質問を見な。びっくりしちゃった自分で。まずまず。あ、待って、私のお家のさ、 Wi-Fi がさ弱くってさ、ポンちゃんのショールームが最初できなくなっちゃった。最初できなくなった。なんかね、動かないんだよ。見なくていいよ、別に今話してるんだから。そっか、見たいな。ちょっとお話だけにしよう。お話だけにしよう。充電まずして。ちょ、今めっちゃ声が。そうだね、充電大事。そうだよ、あなた途中で毎回充電切れて、あ、充電が反省してって思うもん。わかる、よくね、よく充電切れるんだよね。でも携帯新しくしてからは大丈夫でしょ。そうそうそう、だいぶね、持つようになったんだよ。今度私がダメだ、モバイルバッテリーとかもどっか行っちゃったんだよね。 Wi-Fi もさ、あ、今ママ見てるから言えないや。やばい、やばい、ちょっとどっかにあるんだよ、どっかにあるんだけど見つかんくてさ、やばいやばい。いやー、でもさ、すごいさ、携帯しばらく経つとすぐさ、充電なくなるよね。でも2年ぐらいって言ってるのね。やっぱ寿命があるんだね。らしいよ。あ、ねえ、静電していい、クマ。なになに、していいよ。あ、待って待って、その前にママがハッて送ってきた。何もない、ママ。やばい、ママ。何もないって、 Wi-Fi っていう言葉出しただけじゃん。ママ察したよ、きっと。探せよ、だって。探すよ。面白い、うん。はい、じゃあ宣伝タイムさせて、クマも聞いてて。うん、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、なんと私、長谷川玲奈、 YouTuber デビューしました。イエーイ、イエーイ。そうなんです。あのヒューマンアカデミーというね、総合学校があるんですよ。そこの声優とか俳優さんとか演技する部分の、あの、特待生として入学させていただくっていうことで、いろいろね、あの YouTube にも2本ぐらい上がってるので、よかったらヒューマンアカデミーと、私もね、この配信が終わったらツイッター方であの URL 貼るので、よかったら見てほしいなと思うんですけど、あのね、違う の, あの私エゴサするタイプってよく言うんだけど、まあ、してるんだけどさ。そう、エゴサしてたらさ、なんか、レナポン YouTube のこと宣伝してないじゃんみたいな。違うって、私もね、
みんなと同じタイミングで知ったのよ。まさかの。そう。知らなかったの。知らなくて、あれ乗ってるみたいな。え、これって宣伝していいんですかみたいな確認をね、あのマネージャーさんとして、あ、じゃあ今日の配信でしますねみたいな、あ、お願いしますっていう、ゆるみたいな。なるほどね。そう、よかったらね、この配信があったらツイッター私も載せるので、よかったら見てみてください。見ましょうってか、私も見てくま。ああ面白い。え、何、どんなことしてるの？今上がってるのは、あの、自分のレナの自己紹介、もう一つ上がってるのが、その学校の校舎の案内というか、こういうところがありますよみたいな、校舎の案内、校舎案内みたいな。そう、そんな感じ。いいよ。でもね、他にももうたくさん撮ってるからね、随時上がっていくと思うんだけど、でもね、多分不定期だと思う。上がるタイミングとか分かんないんだよね。自分がこうポンポンってやってるわけじゃないんだもんね。あ、そう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 、だから通知が来るように設定していただけたらというね感じかな。そっかそっか。そうなのよ。気づいたら乗っちゃってる。そう、あれあれデビューしたみたいな。面白い。あ、金曜と日曜みたいだって。なんでみんなの方が知ってるの？みんな詳しいね。金曜と日曜と18時でしょ、だって。すみません、本当にありがとう、みんな。まさかの本人が何も知らないっていう、ね、本当にごめんね。本当にすみません。ありがとう、みんな。そんなの、そんな感じなのよ。よかったらチェックしてみてください。はい、って感じかな、とりあえず。でもね、他にもね、あの、今スタッフさんといろいろ話してて、そのコロナの影響でイベントとか、いろいろたくさん作品とかもね、携わるのがなくなってしまったから、皆さんと会える期間が少なくなってきたっていうことで、今スタッフさんと話し合っていろんなこと考えてるので、ぜひ皆さん配信発表できるまでもう少々お待ちください。そう、そして、あの、明日、レナの誕生日の日にレナでしょうっていうねやつがあったんでしょ、もうなくなっちゃったんですけど、それの、完全版アーカイブみたいなのが YouTube にてね、それなんて検索、それも多分私やるわ、私が Twitter で終わったらやるんですけど、それの、なんていう、なんていうんだろう、生配信ライブみたいな、その、あの、前の映像だけど一緒に見ませんかみたいな感じのやつがあるんですよ。そう、それね、チャットとかできるから、みんなで見ながらチャットしてもらえたらなって、私も参加できたらしようと思うんですけど、そうそう、よかったらチェックしてみてください。はーい、って感じかな。すごい、イエーイ。じゃあもう質問いってみよう、いってみよう、いってみようかどう、いったかどう。テンション高いな。何が来るかな、何が来るかな。タララララタタララララ。お互い良きなところ10個言い合って、ともみおっちさん。そんなん楽勝だよね、くま。楽勝だよ。じゃあくまから言ってみ。行くぞ、行くぞ。いいよ。全部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 。同じだよ。くだらんね。くだらない。くだらんな。くだらんよ。喧嘩しないね。でもなんかお互いにさ、あの、なんだろう、気分悪いってわけじゃないけどさ、あんま調子良くないんだろうなっていうのは感づくけどさ、ないな。クマ嫌いになったことないもん。ない。仲良しだ。はい。仲良し。あ、クマラブー。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 やばい、ちょっとやばい、ちょっとすごくやばい。みんな、これがオグマの本性だよ。やばい、やばいよ。これが本当のオグマだよ。やばいです。そうなのよ。なんか、じゃあ次行ってみよう。行ってみよう。どんどん行きましょう。すぐ行っちゃうからさ。なんだろう、いっぱい来てますか。うぐまっていうの好きだって。確かに寄り方か。ああ、
おぐま。レナおぐまかくまだよね。うん。まあ、ツガって呼ぶこともあるけど、だいたいおぐまかくまかも。うん。てかね、クマって呼ぶのポンちゃんしかいない。そう。ポンちゃんはね、おぐまかクマが多いね。クマって呼んでた。だって、あの、あやにゃもう猫だった。うんうん。あ、そうだ、覚えてる覚えてる、猫クマクマはクマだったね。そうかも。ポンちゃんはね、本当に人のことを呼ぶね、うん、あだ名がすごく独特なのなんだっけ、何、誰だったかな、うん、あれセレモニアンさんだったかな、なんか白猫って言ってなかった、あ、そうかも言ってたよね、なんか言われてたすごいね。でもクマはポンちゃんだよね。うん、ポンちゃん、ポンちゃんかポン、うん、ポンだね、ポンちゃんかポン。オグマだって名前呼んでないじゃんおい、そうだわそうだったお互い様だね、これに関しては。確かにちょっとポンちゃんだった。そう、次行ってみよう、行ってみよう。じゃあ、あ、そう、今ねスチームが焚いてるからたまに湯気が出てるんだと思う。いいなスチーム。今日調子悪い、気分悪いって。え、なんか気分でバッシャー出たりヒューって出たりする。え、今日ヒューの方だ。いいなしてみたい、お家でしてみたい。いや帰るって。え、あ、違う、ブッサーの顔の方じゃないよ。なんていうの？空気の湿度を上げるやつ。それそれ、いいね、いいでしょ、うらやましい。はい、次なんだろう、なんだろうな、てててん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 パパパパーン。見たいのに見れない、すごくね、見なくていいって見なくていいって。仲良くなったきっかけ、コウヘイさんからいただきました、ありがとうございます。何だろう、エレナ覚えてる、あ、覚えてる、名古屋です。正解。なんかさ別にもともと仲良かったわけじゃないもんね。そうだよね、うん、むしろ話したことなかったぐらいだと思う。あ、そうかも、ほんと最初の方はね、うん、半年経ってぐらいかな。そう、名古屋ちょうど半年だわ。そう、 そうだそうだ、名古屋 SKE さんの劇場に出張公演に行ったぐらいがね、なんかお互い悩んでたんだよね、いろいろね。え、わ、懐かしいお互い悩んでて、一人でいたんだよね、二人とも。そうそうなの、ずっと一人でいて、うん、やっぱ一人でいると悲しいやん。そうで、クマも見たら一人だったから、え、レナから声かけたんだっけ。なんかね、確か、うん、ホテルが同じお部屋になったんだよね、その時。その時だっけ、確か。あ、ほんと。そうそう、それで、うん、お互いお話しして、うん、泣いたよね、覚えてんだけど。泣いた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 、マジで泣いた。すごいな、初めて、うん、なんかあんまり人に相談とかをしたことがなくって。そうよね、初めてかも、相談したのがポンちゃんが初めてで。うん、多分でも今もそう、今もポンちゃんにしかあんまり相談しない。やだ、どうしよう本当にそう、そうなのよ。前ちょっとメールでも言ったんだ。んメールでもね、うん、よく言ってるの、ファンの方に。言って、もっと言ってよそういうの隠さなくていいからさ、めっちゃおそうね、でも確かにホテルでね一緒になって、そっからもうずっと一緒だね。うん、多分そっからだよね、うん、ずっと一緒に。鮮明に覚えてるもん、名古屋っていうのは。あ、懐かしい、すごい覚えてる。やだ、レナはクマに出会えて幸せよ。やだやだやだ、本当に会いたい、会いたみー、会いたいんだよ。だから元気で生きててね、ほんとに。じゃあ次行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう。あ、今やっとね配信が見れました。だから見なくていいってば何見ようとするあ、
ちち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 たくさん来てますね。YouTube チャンネル見てるのは1万3000なのに登録者数200人ちょっとってうるさいな。みんな頑張ってよ。一昨日ぐらい始まったばっかりなんだもん。あの今見てくださってる方、うん、みんなこれから行くよきっと。まだ宣伝もしてなかったから意地悪だな。いいのレナはそういうの気にしないからとか言っていいの楽しければ。面白い。二人でキャッチボールしたことありますか？ケイさんからしたことあるよね。あるね。あるわ。握手会場の裏でやったよね。あ、これ着てたじゃん。これ着てたじゃん。着てた。そう、ちょうどこの時にワンちゃんが始球式だったんだよね。うん？あ、そうそう、始球式。ワンちゃんが始球式で練習するって言って。それそれ。やってたよね。そうだ、ちょうどこのお揃いした時だね。この服だ、すごい。すごい、懐かしい。この服着た時にクマとキャッチボールしたわ。そうなの。懐かしい。懐かしいね。ねえ。ガチのキャッチボールって普通にキャッチボールしたよね。そう、普通に。ねえ。もうパンパーンってやつ。パンパーンって。パンパーン。パンパンパーン。やばい。待ってレナ、こういうキャラじゃないはず。そうですよ、これが違うよ。これオグマの前に見せてるキャラかもしれない。え、ごめん、偽りだったかも。クマちょっと、え、どうしよう。これが素です、皆さん。はい、これが素です。これが素です。あ、なんか、マリオとルイージのやつ。あー、懐かしい。超懐かしいね。ボーリングの時レナが足怪我してた時ね。ああ、そうだよね。あれさ、あの、知ってる人の方が多いと思う。なんかさ、でなちょうどさ、あ、それこそクマと同じユニットじゃん。うん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 。エンドロールか。そうだ。思い出した。あのね、みんなが思ってるようなね、あの怪我の仕方じゃないんだよね。ね、そう、みんな結構パフォーマンス中に無理しちゃったかな、そうそうそう、ね、みたいな、ね、パフォーマンス中にアクロバットとかもあるからそこで怪我しちゃったなみたいな。すごい申し訳ないよね。ね、あの真相は言わないでおこうかな。あえてね。あえてね、うん、知ってる人もいるからさ、知ってる人だけでいいかなって感じ。ね、でもみんなが思ってるようなことじゃないっていう。そうなの、そうなの。本当にあれはね、バカだなって思って。本当にね、そう、実はねっていう。実はねっていうね。まあ、はい、じゃあ次の話題に行きましょうかね。どれかな。面白い。すごい。たくさん来てますよ。たくさん来てますね。いいよ、クマ、今閉めてるんだったら。え、なんかね、多分ね、私のね、めっちゃ遅くね、反映されてるの、うん、電波が悪くって。本当。そうなの。じゃあ、ちょっとどれにしようかなって悩んでるな。迷っちゃう。どうしようかな。あ、でも結構多いのが、うん、なんか2人で出かけるならとか、2人でおばあちゃんになってら出かけたい場所はっていうのを、旅行したい場所が多かったな。いいね。え、いっぱいある。私海外でも行ってみたいね、2人で。行きたい、ね、旅行行きたい、すごく行きたいな。でもさ、うちら現地対応できないやん、きっと。できないから、ちょっとあの、うん、何かちょっとボディーガード的な方をと一緒に行けたらね、と行けたらねって感じなんだけど。本当にもう不安でしかないよね。そう、不安しかない。生きていけるかわからんもん。すごい、見て、ノリでどうにかなりそうってコメントがあるよ。でもなんとなくノリでいけるって説はあるよね、聞くと。わかるわかる。そう、意外となんか楽しめちゃいそう、ね、そうよね。すごい、いっぱいあるね。でも私、うん、あそこ
あの某テーマパーク。あー確かに行ってないね今思えば。そうなの、2人で行けてなくて。そうじゃん、行ってないね。そうなの、じゃあ今年行けたら行こうよ。ねえ行こう行こう。そうだね、そうじゃん、行こう行こう行って行けてないんだ。そうなんだよ、行きたいんだよ。もう行った気でいた。ねえそう、わかる、私もね、行った気でいたと思ったら、うん、行ってなかったよ ね。なんちゃって制服欲しくない？したい。ねえいいよね、クマと制服着て行きたい、同じやつ着て。行きたい、制服、なんちゃって制服集めてよ、じゃあ。え、そうしよう。ねえ、やったやった、頑張っていこうじゃ。楽しみ。あったかい時期がいいね。ね、あったかい時期いつがいいかな。でもコロナさんがいつまでだって感じだよね。ねえ、そうなんだよね。まあ今年から来年だね。でもそうね、行こう行こう行こうね、かな。まあ他にもあるけどね。うん、じゃあ次。次、あ、サントピア行ったことあるよね。あるね、夏懐かしい。2人でバス乗って行ったね。行ったよ。そう、ちなみにサントピアっていう場所がわからない方に説明すると、新潟県の水族館ですね。はいはい、はい、水族館にね、サントピアっていう場所。 言うからさ、わからんのよ。はい、そう、全部いいところ。ピア、ピアはいいところよ。ピアはいいとこ。ピアはいいところ。面白い。お互い変わったなって思うエピソードある、しょうまさんから。ありがとうございます。変わったな？変わったなって言われても元から素だもんね。そうなんだよね。別に詰まった時に会ってないからな。うん。うん、でもさ、肌の色じゃない？あー、それなそれなそこだけだよね、うん、そこだけ変わったわ。見た目が変わった。見た目が2人とも変わった。そうだね、そう、自然に、ね、見た目だいぶ大人になった。自然に変わってった、めっちゃ努力したよね、2人で白くなるためにとかいろいろ検索してさ、やってた。懐かしい。だって本当に本当に最初の時ね、二人で真っ黒だったもんね。真っ黒だった。もう日焼けがすごくて。ねえ。本当に懐かしい。よかった、白くなって。ねえ。よかった。え、今の一撃でめっちゃスチーマーが来る。え元気になった。すごい。本調子。トントン。すごい。ありがとう。面白い。よかった、復活した。うんね、しかも女子力って感じする。女子力は本当にね、上がったね、だいぶこの世界に入って。女子力ないもん、本当に何でも何もなかったもん、男って感じだった内面。そっか、囲まれてて野球してたんだもんね。そうそう、男の子しかいないからさ周り。
そうだよね。なんか別にさ男の子にさ愛想を振る舞うとか思ってなかったからさ別に何でもいいみたいな。そうだよね、うん、男子も男子で別にうちレナがいること どうでもいいってわけじゃないけど気にしないからさ全然目の前で着替えるしさそれ見て何とも思わない私も結構やばいとは思うんだけどそのぐらいだったからさ、そっか、そうだよね、とかなかった本当に。そっか。みんなも。懐かしい。ねえ、黒かったのがね。黒かったね。じゃあ次の質問。ペペペ。ランランランダラン。ランランランダラン。ランランラン。じゃんじゃん。なんだろうな。あ、お互いの第一印象。お互いの第一印象。え、うん、これは私は、うん、もうとにかくもうポンちゃんはスラってイメージだった。スラ？うん。もうスタイルの良さが際立っていた会った時から。嬉しい。え、でも、うん、本当にね言われたことなかったからね嬉しかったの。え、めっちゃもうね会った時から思ってた。やだ、嬉しいじゃない。嬉しいじゃない。嬉しいじゃない。えな、今思い出したんよ、うんうんうん、レナとクマってさオーディション、うん、最終オーディションの時さ、うん、オグマレナって呼ばれたよね。一番目がオグマで、あ、2番目がレナだったよね。あの時に一番最初に話したよね。そうだそうだ、話した、覚えてる。びっくりしたよねあれね。そう、番号遠かったのにさね、急にね。だってポンちゃん 72？ そう、73とかだったよね。覚えてないもん。そんなぐらいだよね。クマが1だったんっけ。そうなの。え、そうだからさ1番オグマつぐみみたいな、そうそうそう、言われたから、あ、じゃあそっちから呼んでいくんだなみたいな。しかも受かると思ってないし、油断してたわけ。そしたら急に70何番長谷川れな、え、あ、はいみたいな。ね、そうだよね。そうなの、びっくりしたよね。でその時にお互いにさ、ね、よろしくお願いしますそうだそうだそうだよ、懐かしい。懐かしいね。ね、そうだ、だからその時の印象かもれな。あ、この子と同じグループなんだって思ったのが第一だったかも。そっか、そうだよね、あの時だね。懐かしい。めっちゃ懐かしい。せやな。あー、そっか、せだせだ、思い出した。楽しい。ほら、クマと話しても1時間経つけど全然楽しいんだけど。早いって。でもさ、クマあれよね、22時までだよね、確か年齢が。そうなの。ちょっと言ってやでな、時間見てないからさ、時間10分前になったら言って。じゃあ次。うん。次。次次。次次。なんだなんだなんだ。あ、二人で、うん、カラオケに行って歌うなら何って。え、なんだ、でもさ、うん、あれだよね、毎回2人でさ歌うのがあって、あそう、あのね、ハニーワークスさんの、うん、東京サマーセッション、そう、東京サマーセッション、ね、歌うね、そう、それをねよく一緒に歌うんですよ。そう、だから熊と遊ぶってなったらとりあえずカラオケだよね。ね、そう、毎回行ってる気がする。とりあえずカラオケに行って歌って、なんかもう俺らは歌うの固定されてるから、うん、同じやつしか歌わんからさ。でも最終的に歌う ね、それ確かに。そうだわ、私たち12月に会ってたよ。12月？うん、どこで一緒に、あのね、あそこ行った、映画見たんだよ。ありのー、そう、そうだ、ナイクだね。確かに12月だっけ。そう、確かね、そうだった気がする。そうだね、確かに。その時も確かカラオケに行った記憶がある。行った行った、焼肉にも行った。え、行った楽しかった。楽しかったね。そう、カラオケよく行くよね、うん、一緒に。カラオケ30分だとしても行くかも。うん、
ね、絶対に行く気がする、うん、そうかも。次、うん、でもさ SNS に載ってたっけって言ってるけど、 SNS に載せてなくても合ってる時は合ってるよね。そうだね、あそうかもそうかも、あそうだ ね、 ね載せてなくて結構合ってる時もあるね。結構合ってると思う。うんうん、次は次、お、あと、うん、なになに、あれどっか行っちゃった。何やってんだよ。何やってるんだよ。すごいね、動きがねとってもカクカクなんだよ。カクカク、パイナップルに住んでいる。スポンジボブズボンは四角。黄色いスポンジ穴だらけ。スポンジボブズボンは四角。なんだっけ、なんちゃらこうちゃらなんちゃらら。わかんないかい。面白い。急に歌ったりするもんね。急に歌ったりする、本当に急に歌ったりする。でもちゃんと自分なんか合いのって入れるよね。そうなの、通じちゃうの毎回ね。大体知ってる。なんだろうなんだろうなんだろ う, な ん, だろう、なんかないかな、なんだろうね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 、ねえ、なんだろうね、なんだろうね、なんだろうね、お互いしか知らない意外な一面は、そんなの二人の秘密に決まってるじゃん。本当だよ。あね、本当にいいのよ、別に返さなくていいんだけどさ。まだも逆にもう逆に嫌だからダメだよね、持たないで、本当に。おぐまはお金を持つな。え、でもじゃあポンちゃんが二十歳になったら、うん、お祝いで今度はつぐみの番だね。やだよ、二十歳になんて、なんで年下におごってもらうん。やだよ。お祝いだよ、お祝い。気持ちだけでいいわ、それ。すごい嫌な二十歳のさ、二十歳だからおごれよみたいな。やだよそれ、それやだ。本当にね、すごいね、本当に本当にお世話になってるの、本当に頼っていいよ。本当にもうね、次元を超えてるってぐらいお世話になってるの。そんな超えてないから、そんな超えてないから。いやー本当に、でもいつかいつかね、うん、ごちそうしなきゃという気がするね。じゃあいつかおごって、いつかね、うん、する。笑ってんなこいつ。ラストの質問だなこれ。あ、じゃあラスト自分たちで決めよう。どうしよう、何話したい、クマ。なんだろう、なんだろうな、なんかさ、こういう時になると急に思い出せない。それはわかるね、そうなんだよ。何、うん、毎回それだな。毎回それだな。思いつきません、思いつきません。じゃあ皆さんのコメント持ちます。みんな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 、ラストの質問、小熊さんはまだ17歳だからね、10時までしかねできないんで、うん、若いっていいな。え、でもびっくりじゃない、もう17なの。そう、もう17、12だったっけ、あった時 11? え、10、
2?11?12? そんぐらいだよね、きっと。そうだよね。うわぁ、早いね。デリン、いやー、なんだろうな、なんだろうな。うん、なになんだろう、なんなのそれ。なんなのそれ。ダメだ、全然決まらないだ。なんかあるかな、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 なんかあるかな。悲しい、またね、ショールームが見れなくなっちゃった。だから見なくていいって。見なくていいって。って見なくて。すごい、このやりとりすごい何回もやった気がする。本当に飽きませんか。飽きませんか。なんだろうね、ポンちゃんはある何か。私なんだろう、小熊と多分同じ気持ちだもん今。そうですよね。そんな気がするよ。なんだろう、なんだろう、なんだろうね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 、楽しいですか。楽しいです。よかったです。よかったです。あ、入れました。びっくりして今入れましたって聞こえた。急に入れました。やっとね、配信が見れましたよ。よかったです。どうしよう、ちょっとコメントから見ようかな。コメントから探して。どうする。そう、はい、早いな。いいよ、今食べたい。あ、でもちょっと待って、これ最後だよね。そうだよ、最後だよ。まあ、よく考えて。どうしよっかな。最後なんよ、最後の質問よ。え、どうしようね、何がいい、みんな。それなの、レナとクマはさ、全然いつでも連絡取り合えるかいんけさ。そうだよね、そう、そうだよね。みんなが聞きたいことよ。そう、あ、これいいなって思っちゃった。でもクマが考えて。ゆかみなさんからいただきました。お互いのお母さんの印象は。あ、これ良くない。いいね。あ、でもお兄ちゃん自慢でもいいって。あ、そっか、お互いいるもんね。うん、家族構成本当に一緒なんだよね。そう、びっくり。確かに。じゃあお母さんとお兄ちゃんにしよう。そうしよう。でも早くね、クマ時間あるから。そうだね。じゃあレナが思うクマ、いやクマから言って。クマかレナのパパ、パパじゃない、ママとお兄ちゃん言って。お名前出さないでね、お願いだから。大丈夫だよ。そこ注意ね。え、なんか本当に率直に、初めてね、ママさんのお顔を見た時に、え、ポンちゃんだって思ったの。え、似てる。うん、やっぱりすごい似てる。なんかポンちゃんに似てるっていうの、おかしいかな、なんて言うんだ、ポンちゃんが似た、え、なんて言うんだ。いや、いいのよ。わかるよ、言いたいことは。なんか、なんか本当にポンちゃんのお母さんって感じ、似てて。うん、マミ。そう、そしてね、すごく美人さん、お母さんも。あら、ママ嬉しいわよ、これ。美人さんなの、皆さんに見ていただきたい。いや、それは嫌です。本当にそれは嫌です。そしてね、そう、スタイルもよろしい。あ、スタイルはママに似たわ。確かにパパではないって言える。すごいスタイルも。え、でもね、パパ確かにポンちゃんお父さんにも似てる気がする。なんかどっちにも似てるよね。そう、そうなの、そうなの、大好き、どちらの、どちらも。兄は兄。え、お兄ちゃんは全然似てないって思った。あ、本当。うん、あんまり似てないと思って、うん、そう、でも本当に、なんていうの、なんか、なんだろうね、なんだろう、別に誰に似てるとか言ってほしいわけじゃないんだけど。そうだよね、なんかね、率直に今ね思い出してるんだけど、本当に第一印象が、なんかポンちゃんに似てる似てないっていう。あー、そうだったんだ。そうなの。じゃあお兄ちゃん似てないっていうことで伝えとくね。うん、お兄ちゃん
優しい、かっこいい、うん、あ、かっこいい、嬉しいな、お兄ちゃん、よかったな。じゃあレナのターン行っていい？あ、聞きたい。じゃあレナのグマのママの印象。レナさ、たぶんね、クマンチの、うん、てかレナ、一回高校の時、クマンチのお母さんのご飯にお世話になったと思う。ご飯、あ、思い出した、うん、思い出した。えな、クマのお母さんにご飯作ってもらってたよね。あ、思い出した。そうだからレナはね、クマんちのね、ご飯の味を知ってるのよ。そうだそうだそうだ、だからご飯のイメージがあるご飯のイメージ、あのね、中でもね、あの、うん、ポテトサラダすごく覚えてるよ。そうだ、あったね、優し、なんかね、もう、あの、劇場終わりにクマのお母さんが作ってくださった時期がね、一時期あったの。でもクマから通じてね、タッパーとかに入れてくれて、ご飯作ってくれて食べてて、でポテトサラダがね、すごくね、うん、優しかったの。美味しくて、めちゃくちゃ美味しくて、優しい味でさ、こりゃおグマ育つわって思ってなんかクマの味だった、もうクマの味クマが育った味だった、本当に。そう、嬉しいね。また食べさせてくださいとお伝えください。やっておきます、うん、で、お父さんは、お父さん、一番最初はマジで、え、言っていい？いいよ、わかるよ裏組織かと思ったねえ、それさ、すごい前もね、言っててめっちゃ怖かった、つぐのパピー。とってもね、こわもてなのよ。そう、こわもてなの。でもね、大好き、めちゃくちゃかっこいいの、本当にかっこよくて面白いし、もう今は大好きよ。でも第一印象がさ、なんかすっがっちりしたスーツ着て、体型も大きいからさ、がっちりしてて怖くてさでも笑ったらめっちゃ可愛いやんみたいなそうなの、真顔とのギャップがね、すごい。そうそうそんなイメージです。でも伝えたことあると思うけどな。そう。で、お兄ちゃんは、うん、やったことがある相手だったから。そうだよね、野球でね。そう、野球で戦った。初めましての感覚が本当になかったね。ね、そっか。うん、一緒に試合でね、してたんだもんね。そう、相手チームにクマのお兄ちゃんがいて。そう。そうだ、思い出した。なになに、なんか、うん、そのね、なんだっけ、ゲネプロっていう、うんうん、あの家族をね、呼んで見に来てもらう機会があるんだけれど、うん、その時に、そう、私は家族の、その何、お兄ちゃんとパパとママを招待したのね、うん、で、その時に、ね、このゲネプロが終わった後に、うん、なんかポンちゃんがね、すごい見覚えがある子がいるって言ってきたの、私に、うん、で、どの辺にいたっていうのを聞いたら、ちょうどその私のお兄ちゃんが座ってた位置のことを言ってて、うん、それで、そこで、そう、野球でその試合したことあるっていうのが全部合致して、そうそうそう、顔を覚えてて、覚えてたね。その時すっごいびっくりした思い出。だからなんか別に初めましての感覚が、もう今は友達感覚だよね、普通に。そうだよね、うん、マジで連絡普通に取り合ってるしそうなの、そうだよそうだろ、そうなのよ、な感じでね、まあ家族絡みで本当に仲いいよね。そうなの、本当に嬉しい、うん、大好き、長谷川家。でもぐま家大好き、嬉しい、嬉しい、嬉しい、会いたい、会いたい、本当に。くまさん、もう時間だって。あー、あとね、早い、もう、うん、こんな早いのね。いいよ、最後に伝えたいことあったら言って。伝えたいこと、なんだろう、うん、でも、レナには別に最後じゃないんで。そっかそっか、そう、見てくださってる方へさよならと言ってどうしようかな。じゃあこの後皆さん一緒にポンちゃんのね、 YouTube ね、ナイス、一緒に見に行きましょう。はい、お願いします。ね、登録もね、ちゃんとして、ね、登録して200人ちょっとしかいないんで
あ、本当にお願いします。本当に。うん、ちなみにレナはもう押したから。そのうちの一人だよ。200人中の一人レナだから。面白い。多分ね、一気にグフッと増えるね、これ。お願いしたいね。はい。わ、本当にありがとうございました。お邪魔しました、皆さん。おぐまつぐみちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。ぐま大好きだよ。大好き、バイバイ。また連絡するね。するね。うん。バイバイ。ありがとう、本当に。急にね、ありがとう。あ、おやすみ。いや、まだ起きてて。うん。バイバイ。バイバイ、おやすみ。切りました。すごい、皆さん見て、見てというか聞いての方がこれは大きいと思いますが、おぐまつぐみちゃんでした。お電話相手はそう、くまさんとね、その一緒に配信をよくしてたけど今はもうできんくなって、でもやっぱ会いたいじゃないですか。でもなかなかね会えないから、もう配信使ってクマとお話ししようと思ってウグマに電話したんです。イエーイ。ありがとうございました。またね、お電話でしかできないかと思いますが、したいとは思ってますので、よかったらね、ウグマつぐみちゃんを知らない方はこのね上に貼ってあるテロップがウグマつぐみちゃん、このねこれ検索してもらったら出てくると思うんで、チェックしてみてください。でこれをでね、その YouTube をよかったら皆さん、あのヒュースタという YouTube チャンネルになっていますので、よかったら登録してね。私の Twitter の方でもあのやるので URL 貼っとくので見てください。楽しかったですか？イエーイ。ありがとう、本当に。約、あ、もう7000、あ、1万7000人の方がありがとうございます。本当にめちゃくちゃ楽しかったって、ありがとうございます。今ねこういう時期だから皆さんにもなかなか会えず、あの自粛もね、あのずっと続いている中でいろいろね思ってしまうことがあるかもしれませんが、また会える日を楽しみに皆さん自分ができることを精一杯やっていただけたらなと思いますし、私も気をつけたいと思います。そしてね、あの皆さんとねこうやってねショールーム配信とか、今ねズームというものがだんだんね一般的になってきて、そっちとかそっちを使ってのなんかイベントとかもね今考え始めていまして、そうでもねまだ明確的には何も決まっていないので発表できないんですが、そのね皆さんにぜひレナとこういうね、まあ、多分やるとしたらズームになってしまうんですが、こういうリモートを通じてやってほしいことがあったらね今日聞こうって思って、そうだからねちょっと時間ね、急にこんなこと言うのもなんなんですけれども、よかったらやってほしいね企画とかあったらちょっとコメントしていただけたらなと思います。そちらは私がスタッフさんにお伝えして実現できるかわからないんですが、はい、ちょっとね聞いて皆さんのその やってほしいことをね、あの実現できるように頑張りたいとは思うんですが、なかなかね自分で言っても、あ、自分でだって自分でなかなか思いつかなくて、そう Zoom というアプリがあるんですよ。こういうなんだろう配信なんですけど、そのね皆さんの方にもその携帯とかタブレット、パソコンとかを使って画面を通じてお話ができたりするものが今ありまして、 それを通じてねやってほしいこととかあればちょっと今聞きたいなっていうお話なんですけどね、そうよかったらこんなことやってほしいっていうのがあればぜひぜひちょっと今コメントでお願いしたいなって思って、オンラインサイン会、オンラインサイン会、オンラインチェキサイン会、チェキサイン会で、そう顔出しできないって方はね、それなりの対処法とかもね、あの多分顔映なくてもできるし、多分お面とかそこら辺でカバーしていただけたらなっていう。そこら辺がね本当にねどうしようかという部分なんだけどね。そうなのよ、トークショーどういうお話をしていただきたいのかな、トークショーで何をしてほしいとか、それこそね、でもゲームといっても私得意じゃないしな、
トークショー多いですね、確かに。トークショー、それは誰かとリモートしながらということですか？何なんだろう、オンライン千本ノック、それ見てて楽しい私が打ってるところだけを見てるということでしょうか。どうなんよ。オンラインで食事会、まあ、確かに今それする人多いですしね。まあ、飲み会、私は未成年だからお酒は飲めませんが、一緒にご飯食べましょう的な感じですかね。それもいいですね。お食事会お食事会といっても用意するの自分なんだけどね野球ゲーム実況、私野球ゲーム本当に下手くそですよ。イライラすると思うんだけど、いいかなあ、料理配信、確かに料理ね。オンラインキャッチボール、いやーあー本当にオンライン、言葉のキャッチボール、だって一人でもできますからね。一人、私とやってる1対1でお話ができるから、まあ、それこそ握手会、握手がないお話し会みたいなこともできますね。それもいいですね。会話会なんて言うんだろう会話会ってしとこよ。はい、お話し会ね。ね、こんなことを、こんな風に皆さんと、まあ、イベントとかではないですけどお話とかね考える時が来ると思わなかったな。ペット自慢はそれいいな。でも私実家にいるからな。でもみんなの、確かにペット、みんなのペット教えてみたいな。あー、ペット癒し会欲しいわ。私は見てるだけね2画面で漫才、誰とやるの、誰とやるの。ペット自慢いいですね。よ、アニソンカラオケ、カラオケ大会ですか、みんなも一緒に。確かにカラオケ大会とかやったことないな、みんなでね。歌うのに抵抗がある人とか大変そうだけど、すごいね、やっぱみんなに聞いた方がいっぱい出てくるな。聞いてよかった。なるちゃんとオンラインで猫じゃらしで遊ぶ、それもう家でやりますよ。家の LINE グループでやりますよにょ、ワンちゃんと話してきたら嬉しすぎる。でもやっぱり普通にお話し会がいいですかね。王道な感じしますけどね、お話し会。握手がないだけで、クロコダイルの皆さんと雑談も聞いてみたい。おー、事務所対談オンラインしりとり、しりとりするだけしりとりかな。ダンス配信踊れるかな踊れるかな、練習しないとな。オンラインでなるちゃんとクララを遊ばせるって、投票できるからいろんなアンケート、あ、別にこれで決めるわけじゃないんですよ。今いろんな案をいただいて、それを私がスタッフさんに送るっていうだけなので、そう、決めたいわけじゃないんですよ別に。ビンゴ大会当たった人にはなんか送る的な。あ、ビンゴ大会楽しそう。レナがあれ、あ、でもレナももらえるならもらいたいなビンゴ大会楽しそう。
オンラインアフレコ、何のアフレコだろう。確かにアフレコといっても著作権のものとかありまっから、ありまっからなとか言っちゃった、ありますしね。確かにな。一人転有しステージ、嘘でしょ、あれは10人いてのフォーメーションだからな。歌も大変よ、一人で歌えん。ほんちゃん本当に久しぶりです、ありがとう。安丸さんありがとうございます。なんだろう、オンライン謎かけ、謎かけ無理、もうラジオでいっぱいやってるのいっぱいやってるのよ。風景写真撮影会どうやるんですか、ちょっと気になるね。コメントだけだとさ、説明がさ、どんどんいいんだろうけどさ、奥がどういう風にやれたらいいんだろうっていう。オンライン筋トレ会、確かにみんなで一緒に痩せまそう、痩せまそう痩せましょう的な。ダイエット、ダイエット会、ダイエット会、筋トレ、確かにみんなでやれば的な、それいいね。体内検定は地元でやんなきゃ意味がないなオンラインモノマネ大会、気になるな、みんなのモノマネ。続くそれ、続くそれ、それ一人一人、あ、1対1でやる的な、1対1でモノマネ大会やる。え、ちょっと意味が分からんな意味分からんな、どういうこと メジャーセカンド鑑賞追いかけなきゃ、私あのシーズン1のしかまで見てないから、セカンド追いかけてなくて、追いかけなきゃですよね、ありがとう。そうなの、でもダイエットいいね確かに。なんかないかな、でもいっぱい出たよ。オンラインサイン会、オンラインチェキサイン会、まあ、チェキ会でいいかなこれは、オンラインチェキ会、トークショー、誰かとかな、トークショー、トークショーがどういうことかな、トークショー、誰かとリモートしながらの感じ、トークショー、お食事会、料理配信で、普通に1対1のお話、これ1対1って書いてあったね。ペット自慢会、ペット自慢、ペット自慢ね、事務所対談、事務所の所属の方とかってことかな。私はとりあえずこれをマネージャーさんにお送りしたいと思います。ありがとう、みんな、みんなありがとう、いっぱい出て助かりました。私もねサイン会しか出てこんくて、でもサイン会をやりたいですっていうふうにお伝えしたんですけどね、どうなるかは分かりません。ありがとうございます皆さん。いやー、あっという間の時間でしたよ。だってもう2時間やりました。だいたい平均2時間かな私の配信は今のところね。でも本当今こういう時期でなかなか会えませんが、ショールームを通じて皆さんとコメントですがね、お話できてすごく楽しかったです。本当にね、一日でも早く皆さんとお会いできるよう楽しみに来てくださいそう、じゃあしんちゃんドロップキック2期も始まっていますので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。 Amazon プライムでね全話見れますので、皆さんよろしくお願いします。で、ツイッターの方で私は告知等をさせていただいているので、よかったらツイッターの方とかフォローしていただけたら随時ね、それこそこれからYouTube の URL とか、明日のねリアリティショーの YouTube の配信についてとかもツイートしていきたいと思うので、チェックしていただけたらなと思います。インスタグラムもねやっていまして、インスタグラムはねちょっと写真をね、今度のねアーシャというかアーティスト写真が変わったタイミングでちょっと消す可能性がだいぶ高いので
そう、高いのでよかったらね、今のうちに見れる写真かもしれない、わかんない、残すかもしれないんですけれども、よかったらね、インスタグラムの方もチェックしていただけたらなと思います、うん、ということで2時間ちょっと長い時間ですが、皆さん本当に 18,913人の皆さんありがとうございました。いや久しぶりにショールームをね、4月中に本当はショールームやりたいなとは思ったんですけれども、ちょっとなかなかできなくて5月になってしまったんですが、5月はねたくさんこういった配信をできたらなと思いますので、よかったら皆さんチェックしてください、よろしくお願いします。ということでちょっとランキングをせっかくなので呼びさせていただきたいと思います。第13位ハブッテューセーブさん、カムサンミダー、ありがとうございます。そして第12位が厚志さん、ギョドンありがとうございます。そして第11位が茨城のゆきさん、ありがとうございます。そして第10位ゆかこさん、ゆかこさんありがとうございます。そして第9位がハロさん、ハロさんありがとうございます。そして第8位がゆっきー、ゆっきーさんありがとう。そして第5位が、あ、第7位ごめんなさい、はじめさん、はじめさんかな、ありがとうございます、帰るね。そして第6位がビスコさん、あ、ビスコさんありがとう、ありがとう。そして第5位がこれはなんて言うんだろう、高生さんかな、小生さんかな、なんて読むのかな、ありがとうございます。わかる、ちょコメント待つかな、ごめん、5位の方ありがとうございます。そして第4位がてつよん110さん、ありがとうございます。小生さんありがとうございます、小生さんありがとう。そして第3位がしょうまさん、ありがとうございます。お、びっくりした。そして第2位がリンゴマン、リンゴってんのかな、リンゴマンサチさん、ありがとうございます。そして第1位がよしきさん、ありがとう。本当にね、あのステージに上がってない皆さんも見てくださり本当にありがとうございました。そしてたくさんのコメント、お会いさま、すごくすごくすごく嬉しいです、本当にありがとう。もうね、今日で十分私は元気をいただきました。皆さんにも元気届いたらいいな。はい、ほいさんもね、たくさんタワーとか、そう、金太郎、桃太郎、お城花火タワーありがとうとか、ハートとかいっぱいありがとうございました。本当にね、また近いうち配信はしたらと思いますので、よかったらどっちかにねハートがあると思うので、ピンクにして帰ってくださったら通知がいくと思います。よかったらよろしくお願いします。あっという間だった。今日はみんなぐっすり眠れるかな、寝てね。はい、ということでこの後ツイッターで私はYouTube の方とか載せるので、よかったら通知が来たら見てください、よろしくお願いします。ということで長い間ありがとうございました。またね、バイバーイ。